いや、来ましたよ、来ましたよ。あ、なんかすごい、めっちゃ久しぶりに来た。はい、台湾っぽいですね。小餅だけ買ってささっと帰ったからこんな人いなかった。5時半とかに。違うの、あれじゃないの、こっちのね、中にあるの。さあ行きましょう。はい、これです。このもう並んでおります。これこれ、これどっから並んでんだろう。胡椒って言うの。そう、胡椒。これ、これが一番有名な胡椒餅。さあ、並みますか。どこに並んでるの。山盛りに。ああ、あれはもう絶対美味しくない。あれは絶対美味しくない。出来たてが美味しい。ちょうど品切れになればいいね。ちょうど。でもさ、待つのも辛いんだけど。あ、でも、まあ、いっぱい作ってるから。めっちゃ作ってる。最近台湾のものは全部高いんです。悲しい。しかも60元ってやば。私この旅館に来た時いたら50元だったと思う。また値上がり、また値上がりした。でしかもさ、日本円で今5でさ、300円だよ。高っ。日本の肉まんいくら。いい肉まん。そうだね、高級肉まんが300万。でもね、面白い。なんかこうさ、うまい人の包み方とか。確かに、あの塊は何だって感じ。前ね、撮ってたらね、わざわざ開けてください。確かに怒られないんだ。怒られないです。めっちゃ作ってんね、一度に。あー、じゃあ、どうぞ。いただきます。初胡椒餅。どう、あったかい？ぬるい。ぬるい。あ、もうじゃあ、残念かも。はい、届かない。はい、まだまだ出てきません。グニ到達して、グニ到達して、頑張って。あ、でもなんか熱々な感じ。熱い。美味しい。美味しさ分かる。全然まだなんか具食べてませんよ。分かりますか。中国の、中国の、なんていうの、八角の味。なんかね、もう匂ってくる。初胡椒餅、美味しい。これはここの人気名物です。美味しい、美味しい。確かすぐ買えたね。なんか今またこっちに並んでるよ。気をつけて、これマジで熱いから。これマジで熱い。美味しい、美味しい。あ、よかったよかった、今日美味しかった。美味しい、美味しい。なんでその食いしん坊キャラみたいな。じゃあ行きます。もう持った感じがね、ぬるい。確かに。結構食べたけど、到達しない。具の味しないタレだね。でも湯気出てる、湯気があり、うん、なんか本当に人によって、いっぱい入ってる人とあんま入ってない。そうなんだ。あ、まあまあ。まあまあの日。今日はすごい美味しいじゃない。うん、なんかオッケーみたいな。何が違うと、生地の柔らかさとか、生地の感じがちょっと違うかも。なんかカリパリ感が違う。あ、ちょっと今日グチュグチュしてる。あ、もっとパリパリしてる、うん、なんか周りがもっとね。へえ、そうなんだ。皆さん、还是这里的皮很好吃。まあ、ちょっと前回の方がネギは多かったかな。
まあまあでも肉は今回も多いので全然 OK。 うん、でも美味しい。うん、1ヶ月前に買った時よりは全然美味しい。あの時マジで美味しくなかった。中身はいっぱい入ってる。うん、でもね、もっと入ってる時もある。へぇー。わー、めっちゃ、あ、落ちそう落ちそう。なんかハンバーグみたいよね。ね、ハンバーグ入ってるみたいな。うん、まあまあ、OK ですね、これは。コロナの前に、最後、お母さんと来た時かな、もう、一切歩けなかった。こんなになんか、本当に止まっちゃう感じ。韓国人もすごいだし、今日はでもまだなんか日本人の方が平日で平日で平日で観光客がすごすぎて、2019年、この日本式たこ焼きは絶対どこの夜市にもあります。あ、これよ、これが私のこの間から言ってるおすすめのね、サイコロステーキも人気ですね。こういうのはさ、ちょっと甘いさ、これガオリアンの酒じゃないとか。やっぱお腹いっぱいになっちゃうね。そうなんだよね、だから日本円にすると全部高すぎてさ、やばいよね。昔はもっと安かったんだけどね。だってあのフルーツミックス野菜120元もするよ。これ日本円だったらさ600円だよ。やばくない？本当だよ、ね、本当に今日本の方が安いからね。全部先に説明しますが、台湾の夜市のフルーツジュースは薄いことが多いです。高いのに水がめっちゃ入ってるから、街のフルーツジュース屋さんは絶対美味しい。水が全然入ってないし砂糖も入れない。でも夜市は砂糖入れるから期待しない。アボガドミルクもないさ、これもじゃない、このグアバパッションフルーツ。アフリカはこれがね、アフリカグアバある、これある。この方アフリカに2年半住んでました。2年半です、はい、むしろもっと痛かったらしいです。変わってます。何それ、若くしてる。じゃあ夜市の怪しいフルーツジュースどうぞ。無糖無糖、さあどうでしょうか、美味しいか。薄い薄い。ああ、これやっぱり。大家都不要喝夜市。あ、ダメだ、中国語で言ったらバレちゃう。皆さん、夜市のフルーツジュースはおすすめしません。普通の道端にあるジュース屋さんで買ってください。その表情は？え、でもアイシャドウにも砂糖入ってるかもしれない。甘い？甘い。これはまずくない。リンゴとパッションフルーツ、これ美味しい。不思議。先生、这个百香果是已经有加糖的吗？没有加糖。都没有。哦，是哦。那苹果比较有甜的。哦，好，谢谢谢谢。苹果冬天吃的比较便秘苹果。哦，哦，好好，谢谢。なるほど、入れてないらしいです。うん、これ美味しかったです。あれ、じゃあリンゴが、そう、今なんかリンゴがね、甘いやつだ。急に風が、さっき全然なったのに。あそこ暑かったの。うん。あそこね、川なの、あっち。あ、川だからこんなに寒いの。そうだね、余計そうだね。あそこちょっとあの、ライトアップされてて。散歩コース。私よくあそこね、通る。台風ですか？あ、でも今日そんな、なんか歩けないぐらい混んでなくてよかった。私はね、一時期ね、夜市の食べ物毎日のように食べてたらね、めっちゃ太ったからね、もう食べないことにしてます。美味しいんだけどね、体には良くないんですよね。またステーキがある。どんだけ、あとタラバガニのカマもすごい。日本空輸、本当かしら。品質保証信用できない。
台湾のクレープ日本のとね違うんだよね。なんかパリパリしてて。あ、そうなんだ。なんかこれもこれやっぱ今人気なんだな。これね、作り方見てると食べるの怖くなるよ。すんごい油の中をずーっとこう入れて。あ、おいしそう。え、店が減った？減った？なんかもっとぎゅうぎゅう詰めにあったイメージ、うん、やっぱり唐揚げが人気ですね。あ、あの店、あの通貨街ビンヒ、あれが一昨日食べた、そうそうそう、団子屋さん。昨日の夜市いっぱいあったんじゃない、この遊ぶやつが。ね、そうそうそう。これ何？クエ、ホワイトシュガークエ。なんだろう、私もわからない。甘いやつ。なんでこんな人が。中国台湾で作ってる。チキンだ。チキンの皮で包んでるやつだ。何を？中に何か入ってる。じゃあ、チャラン。おお。すごくないこのガーリックの。じゃあ、私も食べたことある。私食べたことあるんだけど、レストランで。でも覚えてない。いきます。あ。うん。あ、おいしい。あ。もも肉、鶏肉、もも肉のなんか細かくしたやつ。うん、普通に美味しい。周りは何なんですか？皮？鶏の皮？鶏の皮を別で巻いてる。そうなんだ。うん。なんか50元は高い。美味しいけど。うん、うん、ガーリックの粉もおいしい。食べますよ、このままいけます。熱い？全部あげる。マジ？結構熱い。結構熱い。普通に美味しいね。うん、美味しい。でもちょっともうさ、胡椒餅でお腹いっぱいになっちゃったから。なんか台湾っぽい味がする。あ、する？ねえ、ね、もう全然感じないんだけど。やば、なんかわかんないけどする。日本じゃない味。もう口が台湾人と一緒になっていますので全部食べて。私もお腹いっぱい。やば。くさ、あ、あ、これだ、これこれこれ、これです。むせたね。よし、これは後ろで食べるかな。超臭いんだけど。もう、くっそ。もう出したの？うん、まだ、これから来る。くっそ。やばいね。やばい、ちょっとじゃあどうしよう。食べれるのかな、本当にこれ。でもこれは茹でたやつがこれ臭いやつだから。揚げたやつだったら大丈夫なはず。いや、私ももう正直3年ぐらい食べてない。これ、それはどういう意味？これがあの揚げたやつね。多分ね、それしかうちらは食べれない。普通のマーラーのやつとかはめちゃくさい。これ鴨の血と一緒。後ろもめっちゃすごいね、通るね。久しぶりにこんなところを食べる。むせ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 。あ、すごい。やばい。やばい。なんかもう穴開いてるよ。谢谢看我的影片，请帮我订阅、按赞、分享、留言。
開智シャオリンダン。